はい、皆様お戻りでしょうか。隣の方いないとかありませんかね。大丈夫ですかね。はい、オープニング、京都大学の先生で、次が、世界組織の、トップのキャシーが来られて、キャシーのお話でということで、大丈夫ですか。皆さん固くなってませんかね。僕は固くなってますよなんで、柔らげていきたいと思います。柔らかく、はい、柔らかく、もうね、あの原稿覚えてきてねって言われたんですけどね、覚えてないんでもう読みますすごい人たちがね使ってるだけじゃないです。僕も含めて普通に、本当に普通の人たちがいろんな、ツールの活用されておられます。そういうお話をこれから聞いていきたいと思いますので、楽しんでいただけたらと思います。ではまず、一番最初ですね、今日最初の事例を発表していただくのは、このシンポジウムの実は実行委員としてももう大活躍してくださっている菱岡博さんです。菱岡さんはですね、お勤め先の業務改善活動の旗振り役を担当されていたそうで、2012年に当時、青山で、東京ですね、青山で開催された4日間のセミナーに参加したっていうのが最初のきっかけだったそうです。で、普段ですね、秘書課さん、職場の会議やミーティングっていうものを、まあ、実りあるものにするぞということで、社内でファシリテーションの役割をされていたそうなんですけども、自分自身が議論を先導しなければならないという、そういう場面っていうのによく、出くわしたそうで、で、教育のための TOC を秘書課さん知られてから、この思考ツールっていうのは、考えることがファシリテーションも兼ねられる、ということで一粒で二度おいしい、そういう、お得感にですね気づいてですね、真面目に使い始めたそうです。で、社内でも勉強会っていうのもねスタートされてっていうことですね。で、今回はですね、社内の話じゃないですね、菱岡さんこんなんでいいんですかね いや、こう書いてあるんですよ。今回は菱岡さんが仕事以上にのめり込んでいる。いいんですかね、会社ね仕事以上にのめり込んでいるという、自転車大会運営で教育のための TOC の思考ツールを使用した事例というのをご発表いただきます。それでは、TOCFE を使って日本一の自転車スポーツ大会の受付業務を15倍効率化した話、菱岡博さんの発表です。菱岡さん、お願いします。ありがとうございます。日本一の自転車競技大会、延山シクロクロス、英語で言うとサイクルクロスになりますけども、の、受付業務を TOCFE で15倍効率化した話、まあ、だけではありませんけども、そのお話をさせていただきます。はじめまして、菱岡博士と言います。ちょっと自分でも名前が言いづらくて、ハヒフヘホばっかりになってちょっと困ってるんですけども、延山シクロクロス実行委員会の菱岡博士と申します。本業はですね、普段はとある大学で事務職員をしておりまして、事務職員というと大学生の方おられたり大学教員の方がおられる場でいうのもあれですけども、ガラガラピシャッと時間になったら閉まる仕事ではなくて、主にやってるのはカリキュラムを作ったりとか、業務システムの構築のようなものをやっております。 F とか H さんというところとよく仕事を一緒にさせていただいておりますので、皆さんよろしくお願いいたします。はい。で、趣味として、まあ、仕事を始めてからですね、自転車競技2003年からやってますので、それが高じて、延山シクロクス大会の運営をしております。延山シクロクロス大会というのは長野県南牧村、清里の近くで始まった競技大会で、11年からはですね、トップカテゴリー、まあ、プロのカテゴリーが自転車競技連盟、国際連盟のワールドクラスの一環となっております。アメリカやイタリアのトッププロが訪れる大会で、14年の大会には約3000人が、まあ、観客も含めてですけども訪れる日本屈指の大会、シクロクロス大会となっています。シクロクロスってどんなやねんというのは、ちょっと後でウィキペディアを見ていただいたらいいんですけども、こういう八ヶ岳のですね、麓の観光農園を使いまして、観光牧場を使いまして、不整地を使って走るレースです。で、わざと自転車を降りないといけない区間を作ってですね、これはイタリアチャンピオンです。アンダー2-3のチャンピオンですが来たり、まあ、これ一回転んでしまうとドロドロになってしまう。
でドロドロになりますのでバイクを交換しないといけませんから、こういうピットワークチームですね、彼女もイタリアチャンピオンですけども、が来たり、まあ、こういうふうな形で出る、まあ、アメリカのプロ選手ですね、ティム・ジョンソンというのが来たりとか、選手、皆さんのような選手、一般私もですけども、それのお子さんが来たりする、まあ、要するにですね、まあ、国際連盟からも高く評価を受けておりますけれども、年齢や性別または選手感染者関係なく楽しむことができるのが、まあ、泥遊び大会と言ってますけども、野辺山シクロクロスと言います。野辺山シクロクロスと私の歩みをちょっとご紹介しておきます。ここが、大事なところです。2010年です。第1回大会が開かれました。ちょっと手伝ってくれへんかと言われまして、ウェブサイトの構築を手伝いました。まあ、といってもワードプレス立ち上げるだけですけども、でただですね、運営がグダグダでして、たったの300人しかいないのに、まあ、大変な思いをしました。リザルトが出るのも遅れたりとかしたんですけども、なんとか300人でしたので乗り越えることができました。2011年には、国際レースとしての歩みが始まりました。全ての準備がですね、しかし相変わらずグダグダでして、まあ、それを目の当たりにしまして、データの作成など急遽手伝ったんですけども、当然ですね、もう動き始めてるレース大会を後から変えることできませんので間に合わないと。じゃあ私の48時間徹夜は何だったんだということになったんですけども、しかも一般カテゴリーは結果を出すことを公表することができませんでした。つまり大会としては大失敗に終わってしまいました。じゃあこれじゃいかんということで、2012年は、二度と失敗できません。で主催者の友人は細かいことができませんので、私もできない方だと思いますけども、計画の当初から参画することでやりました。で11年の大会が失敗した主な理由っていうのは、ゼッケンをちゃんと配ることができませんでしたので、まあ、それに集中して、まあ、それを主にやりました。で13年はですね、ついに日本初の国際レース2日間大会2日間連続で開催するということになりまして、約1000名の参加者を得ることができました。で国際審判からお手本となるレースだ、本場と遜色のないレースだというふうな評価をいただきました。まあ、ここでもですね、データをしっかり作ることとゼッケンを間違えずに配布することに注力をしました。で手伝っているうちにですね、気がつけば、まあ、大体こういう私の役割としては、まあ、データの関係ですね、エントリーの参加の申し込みからリザルトを作るところまで、まあ、スタートからゴールまでを役割としてやることになりました。このシンポジウムも似たようなところがあるかもしれません。もちろん一人でやってるわけではなくて、みんなに手伝ってもらいます。で、まあ、いろいろ頑張った結果ですね、第3回第4回がうまくいったんですが、受付選手が集まって朝ゼッケンをもらいに来ます。そこは必ず渋滞するんですね。で渋滞が残ったまんまだったらいいんですけども、参加者が300人から1000名まで成長した大会ですので、もうバカスカ増えていくということで、タイムスケジュールに遅れが生じます。遅れが生じますと、選手に不公平をもたらすことになりますので、国際連盟からもここはちょっと直してくださいというような、指摘を受けました。俺のせいかと。で選手はね、渋滞するとイライラするんですね。ここの受付でもし名札を探すのにイライラしますと、今度配る側もイライラしますよね。受付の人はイライラしてしまって、ボランティアはストレス感じて、大会終了後のなんかこう消耗感はもう燃え尽きたというか、もう二度とやりたくないっていうような消耗感、大きなものでした。で私自身ももうちょっと来年はやりたくないなと思ってしまったのが2013年の話です。まあ、こんな感じだったんですね。8時半スタートの人たちは8時半に集中しますので、あと10分しかないよとかいうので一人で配ってますから、配ってる人はもうこれ以上人数増えたらかなわへんなというところです。そらに難題が14年には増えました。難題その1は主催者からです。参加者もっと増やそうぜと言われました。私はこれ以上増えたらもうかなわんと、パンクするよと。でなんで増やしたんやというのをよくよく聞いてみると、大会参加者、大会のレベルを上げるということと、まあ、つまり予算を確保する。私は大会運営の質を高めていかないといけない、まあ、失敗ができない、まあ、2人は日本一の大会にしたいという思いは共通でした。大会その2、難題その2としては、ゼッケンを2日間で異なる番号にしないといけない。これはですね、13年の大会は2日間通して同じ番号を使っていました。ところが14年は、別々の番号になりました。これはゼッケンの番号がスタートする順番に関係しますので、不公平になるためランダムにしないといけないと。人数は増えるし、ゼッケンの組み合わせは単純に言って倍です。
でゼッケンの配布をミスってしまうと運営がこけてしまいますので、どうしたらいいかなということで、まずちょっとブランチでですね、まあ、もう一度ゼッケンを配るというのは受付が大事だよねということを確認しました。ここはちょっと端折ります。どないかせなあかんということですが、まあ、主催者はですね、ゼッケン配るの簡単なんやろと、好き放題言いやがってと、お前が来てやってみろやと言いたいんですが、それを言ってしまうと終わりなので、モヤモヤが漂います。私も大人なので。ただモヤモヤが漂うというのは、好きで始めたことなのにいつの間にかやらされてる感が出てきます。どっかのコミュニティも似たような感じがあると思います。どこのコミュニティにも共通だと思います。大会運営を楽にしてキャパを増やすことはできないかなというのを考えました。で TOC 考えようと、まあ、どうやって変えたらいいかなということで、まずですね、正確に配るためには誰に配ればいいかっていうのと、もらう人も自分が誰か知ってれば正確に配ることはできるよねと、これちょっと後でやります。で早く配る場合は誰に配ればいいかが分かってて、配りやすくまとまってったらいいよねと。でそこまでやって、じゃあ今までなんであかんかったのかなというのをミステリー分析しました。時間がかかっちゃうねと、ゼッケン早く配ろうとしてやってたんですけれども、そのためにはスタートする順番で列を作って、選手にゼッケンの番号を99番菱岡ですというのを言って配っていました。ところがですね、それは渋滞を引き起こしてしまってたんですね。なんでかなと思うと、選手はですね、これ研修会とかでも一緒だと思うんですけど、受付ナンバーを言ってもらうっていう仕組みは全然良くなくて、覚えてるわけがないんですね。15番ですよと1週間前にアナウンスしてても絶対忘れます。まあ行きゃなんとかなるだろうということで渋滞が起きてしまってましたので、解決策としては、選手にはもう名前を名乗ってもらったらええようにしようと、今日の名札と同じ仕組みです。はい、ということで、そうするとゼッケンを正確に素早く配布できるんじゃないかと考えたんですが、実は足りないんですね。まだスタート組で列を作っている以上は全然時間が足りません。発表の時間も足りなくなってきました。選手は名前を名乗るだけにするんではなくて、かつ50音で受付の列を作ることにしました。これだといけるだろうと思ったんですが、2日で別々のやつなので、ゼッケンを、まあ、袋詰めして配布を容易にしてしまおうということで、選手はニコニコして受付も楽しくなるんじゃないかなと考えました。結果ですね、まあ、クラウドの解決策としては、ゼッケンを袋に詰めて配りやすくする、50音順に選手に並んでもらうということをやりました。たったのこれだけですか？ではなかったんですね。まあ、まさかの強烈な反対が起きまして、50音順で配るなんてどこの大会でもやってないから、うまくいかないと思うって言われたんですね。これは2時間の議論の、一つのキーです。でも思うっていうことは思い込みなので、これはなんとかロジックができてればいけるやと、ブランチしっかりしてるし、まあ、いけるやろうということを言ってしまいました。すごい不安だったんですけども、どの大会でも確かにやったことがなかったので。でどう変わったかと言いますと、ゼッケンのピックアップに時間がかかってました。で列はこんな列でした。もう選手は不安げな表情です。もう覗き込む人もいっぱい出てきました。まあ、こんな感じだったのが、まあ、袋に詰めまして、待ち人がゼロで、余裕の表情と、15分探してもゼッケンが出てこなかった第2回大会が0秒、ほぼ0秒ですね。もう2秒か1秒ぐらいでゼッケンを渡せるようになりました。15倍っていうのも何倍って言ったらいいかわからないですけども、で余裕の表情でどこに並べば分かりやすいというような形になりました。で参加者の、反応としては、例年の渋滞もなく良かったと。これゼロだったんです。この渋滞ゼロなんですね。これはすごいなと自分でも思います。でまとめとして、私が得たことではなくて、野辺山シクロクロスが得たことですけども、実行した解決策が50音順に並んでもらって袋詰めで配るということだけだったんですけども、参加者にも分かりやすくてシンプルなソリューションというか解決策を得ることができました。でブランチとミステリー分析を使って業務を分析したことで、ゼッケンはスタートグループごとに配るもんだと全員が思い込んでたんだということに気がつくことができました。で FE を使えばですね、大会をさらに成長させるために実は4つ制約条件があるなと気づいたんですけども、それの継続的な改善に取り組むことができるなと。はい、で私が学んだことです。うまくいかないってことはもうほとんど思い込み、間違った前提に立ってるんだなということに気にするんだということに気づきました。FE はそれに気づかせて自らを解放してくれると。思い込みに気づくことができると相手の考え方を理解できるし、私対あなたから私たち VS 問題っていうのが立場になる、質問を変えることができると。
もうやりたくないと思ってたんですけども、とても前向きな気持ちになることができました。ですので、仕事やコミュニティでですね、うまくいかなくてイライラすることがいっぱいあると思います。ですが、しっかりと考えることで大きな前進をしたということと、非常に前向きな気持ちで大会を終えることができました。つまりきちんと考えて取り組むことは良い結果だけではなくてやりがいももたらされます。難しいことは、まあ、さておいて、まずはですね、教科書いっぱい出ていますので、まあ、セミナーに並んだ通りにやってみてはいかがでしょうか。ということで、ぜひ TOCFE を使って思い込みから抜け出して楽しくワクワクする毎日を過ごしていただけたらと思います。ご清聴ありがとうございました。はい、石橋さんありがとうございました。実は皆さんから見えないんですけどね、ここにあるんです。余裕があと何秒、11秒。はい。ということで質問の、ね、時間がちょっと取れなかったんで、ぜひ懇親会で石岡さん捕まえて、どうだったんですかと聞いていただきたいと思います。石岡さんありがとうございました。